6番ホール306ヤードパー4になります。見ると分かるんですけど、あそこに池があってなんと200ヤードで入るらしいんで、もしかしたら純ちゃんに置いてもらってりさちゃんがもっと攻める可能性があるかな。どうするんだろうね、2人とも置くのかな。ちょっとどんな作戦でいくのか楽しみです。完璧で、はい、ありがとうございます。ナイス、はい、お、飛びすぎて、あ、でも止まったかな。ライ通りに行っちゃった、引っかかった。前はすごいよし、これもきつそうにやってたよね、うん、なんかすごい練習して、うん、すごい研究して、なんかね、確かにいっぱい考えて、前はもうフェアウェイ外したら下手くそって思ってた。厳しすぎた自分。グリーンワンピン寄らないとはみたいな、はみたいな。あんだけ打ってワンピン寄らないとか乗らないとかも本当に何やってんのみたいな。あのね、苦しいね、でもね。そう、あんな純ちゃんくらいちょっと出たぐらいでも、あれでも嫌だって感じ。あれでもなんかってなってた。うん、でも今は打てるとこあれは OK みたいな。なるほどね、なるほどね。ちょっとバンカーでああってなるぐらい。なるほどね、うん、まあ顎じゃなきゃ OK みたいな、うん、許容範囲ちょっとゆるゆる。私の景色は多分あっちずっと行くよ。うん、21ヤードを9番でポワーンと打ちます。怖い。よさげよさげよさげ、はい、でも OK、 分かったよ。あー切れない。なんでなんでなんで越えてから曲がるのかな、これ。あっ、まあ、ほぼバーディーだ、ほぼバーディー。いいわ、5バーディーで。流れ的にはそう。7番ホール148ヤードのショートなんですけど、結構見るとこんな感じで打ち下ろしなんで、ちょっとベタピン来るかどうか撮りたいんで向こう側から撮影したいと思います。間違えた、レギュラーティー撮ってた、レディースティー下でした。なんでもう一回行きます。こっちでした。全然違う。レディースティーだと119ヤードのショートホールになります。打ち下ろし感がちょっと減りまして、まあでも多少打ち下ろしですね。110ヤードぐらいの打ち下ろしで、ピンがセンターにあります。2人は P または Q で、攻めるんだったら9番とかで来るのかなって感じですね。グリーンの形状が左だです。まあ、下からがいいですかね。下から上りのバーディーパットで攻めたいかな。純ちゃん意外と下りうまいんだよね、下り合わせて打つの。まあ、この辺であの2人を待ち構えたいと思います。
絡んでる絡んでる絡んでる。おお来たー、ナイスー。順番変えたのは、ちょっと流れ変えてみようか的な話から、うんうん、そう。でも良かったよね。なんかでもいい感じ。ね。ね。これでも難しいな、このライン。うん、そうだよね。私もそう思う。いや、意外に落ちないけど。でも入れたい。タッチの。タッチの差だよ。ジャストタッチ。だー。おーい。乗ってるけどね。行きます。はい。アムロ行きます。あ、エスパ。悔しい。惜しいね。悔しいんだもん。悔しいんだもん。まあいい感じではあるんだけど。ね、大きなミスはないしさ、ラインもそんな間違ってないしね。うん、もうちょっとセカンド寄せたい私は。それね、うん。もうちょっと食い込ませたい。グイッとね。うん、でも今のなんかパターンいいんじゃない？純ちゃんにポンってもらって、さ、うん、ちゃんグイッと中に、うんうん、中に寄せてくみたいな。うんうん、私がちょっともうアイアンがやばすぎ本当に申し訳ない。どこへって感じ言ってたね。どこへ上につけてみる。私残りしか入んなかったからまあでも転がんないからありかも ね、うん、作戦 B でいこう。よし、作戦 B、うん、作戦 B でいきます。知らんけどなんだかわからないけど、ね、7番ホールから作戦 B ってことりあえず、うん、気合入ってたもんね、今もう打つ前からよいしょ。いや、ここやべえ、あまり、え、あまりなんか薄い気がする。ちょっとちょいとな。ここは440のパー5なんですが、今回純ちゃんとりさちゃん女子女子のペアなんで、これが男子と女子のペアとかだと結構セカンドで男性が2オンとか考えれるんですけど、多分2人だと220以上あるんで3打目勝負かなって感じです。だから女子女子はね2人で前打てる分いいんですけど、まあ、男性と組むとそういうのも狙えます。女性と男性のペアだとそれがスクランブルの良さでもあったりします。うぇい、いいですね。はい、もう打たなくていいやつ。ヘイ、オッケー、うん、逃げる。顔なでからすぐフェードアウトしてたでも、追っかけられてた。来てよ、もっと。どうぞ、どうぞ、止
かーん。取り切んないな。やっぴーもうセブンバーディーぐらいなのに。なんでなんでなんで今だって80ヤードもっとね。そうなんだよ、ね、80ヤードであれはないね。ねあれはない、うん、あれはない。ちょっと言いづらかったけど、あれってなった。80ヤードであれはないな い, ないや、もうちょっとなんかあるっしょみたいな。さすがにね、自負してる。なんかあれだね、2人意外に淡々とやるの。なんかえ、モーター違うの？もっと違うの？いや、なんかもうちょっとすげえテンションで来るのかなと思ったけど、意外に大人のダブルスだった。なるほどね、もっとガチャガチャしてると。そうわちゃわちゃするかなと思ったけど、なんか意外に淡々と大人。意外にね。そうだね、随分私とじゅんちゃんの時はわちゃわちゃ感がひどかったなって今思うぐらい。あれ2年前。2年前、そうだよね、まあ、20代だったから。あの時なんかもう上も結構さ、結構あ、そうだよ、パーンみたいなやつじゃん。ちゃんとさ、パーンみたいな。そうだよ、ウェアまで選びに行って気合い。ジュンロッペさんでね、リサちゃんのボール。いいよね、うん、距離バッチリよ。私にしては上出来な、うん、ぼっちり。滑らして、どこへどこへ出たの。あー、珍しい。はい、じゅんちゃんボールでいきます。オッケー、よかった。珍しい。どのぐらいでいい。結構切れるじゃん。切れるね。ギン切れしたね。いや、ちょっと、いや、ラインが難しいよ。そうね、ゆうちゃんグーッといったし、りさちゃんそんなグッといかなかった。こっからはあんま曲がんないのかもね。こっちでいい。はい、34。つまり34。はい、14です。はい、5アンダーだよって感じ。後半やばいよ、じゅんちゃん。8アンダーいかないと。そうだ、ほぼバーディー。後半8アンダーいかないと。ほぼバーディーなんで、1ホール以外全バーディー。そう。マスクは7バーディー1イーグル。あと3個は行ってたな。うん、3個はあったよ。うん、あった。うん、いやでも屈伸したもん。屈伸したよ。筋肉痛。また力入ってる。長すぎました。どうですか、みんなの様子。みんなの様子、トップタイですね、今のところ。あれ、トップタイだったよ。トップだったよ、現時点で。マジ？あれで？え？はい。あら？ちょっとチーム戦は全然違うんですけど、ダブルスの中では、はい、34が今。同じとこですか？インアウト分かれてます。そうですね。今ダブルスのアウトで両方34が出て、でインで35が。じゃあ後半頑張りましょう。ありがとうございます。卵入りね。あ、卵黄黄身、うん、気になる。おー、音鳴ってる。はい、美味しそう。じゃん、いただきます。じゃん、あ、めっちゃ美味しそうじゃん。美味しそう。あ、そう。
無理だ、ここね。景色がめっちゃ見えて、いいね。ご飯食べるところ、360度、嘘ついた。こっちは見えない。食べきれんの、おいしい。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山の、ね、絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも多い人は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。